バードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。はい、それでは皆さんこんにちは。こんにちは。出会いは奇跡の今日は3回目だと思うんですけど、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日はですね、捨て猫シナモン、まあ、YouTube の捨て猫シナモンを昨年の7月から配信してるんですけど、まあ、その YouTube 毎週月曜日に配信してるんですね。でそこで今いろんな声優さんだとかナレーションの方、来ていただいてるんですけど、今日は隣に美しい女性がおります。ちょっともコロナ禍なので Zoom の中での対談という形になるんですけど、フリーアナウンサーの星野心美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。これですね。はい、もう星野心美さんとは何年になりました。 Zoom で何年ですか。何年か前ですよね。もう普段も Zoom してるからなんとなく。あ、そうですね。今ちゃっかりとここにですねシナモン君がいるんですけど、ちょっとこれ映らないかもしれないですね。シナモン映らないですね。はい。ナレーションを星野心美さんにお願いさせていただいて、もうかれこれ7、8、9、10、11、12、12、まあ、もう少しエピソード1が最終回になるので、もう今8ヶ月。わ、早いですね。早い、すごい早いですね。もう経つ、まだなんですけどね、もうちょっと経つんだなって思うと結構びっくりしますね。そうですね。はい、じゃあちょっと早速なんですけど、捨て猫シナモンのナレーションしていただいたんですけど、まずちょっと初めての方も多いかと思うので、はい、自己紹介、自己 PR をお願いできますか。はい、はい、初めましての方もそうでない方も星野心美と申します。はい、3歳からバレエと15歳から声楽を習っていて、学生時代は宝塚を夢見ていて、休み期間には渡り廊下でラインダンスをずっと踊ってるような学生をしていました。すごいですね。はい、ヨガのインストラクターとかミュージカルの出演を経て大学を卒業してフリーアナウンサーとなってテレビ、ラジオで、リポーターとかナレーションとか、キャスターとかを務めたり、司会をしたり、お仕事をしています。ありがとうございます。はい、プライベートは2018年に男の子を出産して、2021年、はい、昨年の10月に第2子の女の子を出産して、今横にいてバウンサーをこう揺らしてるんで、私もちょっと揺れてるんです。本当に毎日今はてんてこまいで、早くして片付けてみたいなのを毎日言ってるような日々で、さっきニンニク注射を打って今日は元気をつけて。ニンニク注射を打たれたんですね。でも体力をアップしてきたので、ものすごく久しぶりに来ました、ニンニク注射。よろしくお願いします。いや、よろしくお願いいたします。さっきですね、シナモン君がこれこういう、こう見えますかね、こういうボタンあるんですけど、ここ押すとこうなるんですよね。はい、さっき押したのはシナモンでした。何のゴングが鳴ったんだろうなって思った。はいはいはい、はい、捨て猫シナモン最初、星野さん、このストーリーというか、もう最初からまだ全然分かんない状態ですよね、ストーリーにとって。分からないし、実は未だに毎回毎回台本で、みたいになってる。台本です。そう、いや、台本、そうですよね、脚本シートみたいなものを私の方で、作ってはいるんですけど、毎回今、ちょっとずつちょっとずつ収録してるけど、その直前前に台本を送られてるんですけど、それで初めて、そうだなみたいな、私も新鮮っていうことなんですね。なるほどですね。どうですか、全体を通してこの捨て猫シナモンって、猫ちゃんにご縁あったとかあります、今まで。
私自身は猫ちゃんを飼ったこともないし、はい、普段もとても好きで、うん、まあ可愛いなとは思っているんだけど、私自身は飼ったこともないから、飼ったことなかったですね。そうなんですよね。だからもうそんなに猫ちゃんに物語があるんだなとか、うん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 、ね、えいろんな社会があるんだなっていうのが結構ね、猫社会はいあるんだなっていうのはすごい思ったりしますね、うん、結構まあ最初ね野良猫ちゃんだったんですけど、シナモン君はまあ私が飼い主に、実際の飼い主で、実際のもうほぼ脚色がない実話の物語なんですけど、最初もう生まれた直後に自宅のね、マンションの1階、まあ、もちろんそこはペットかのマンションだったんですけど、そこにひょこっと現れたと。まあ今までのストーリーは YouTube でまたご覧になっていただきたいんですけど、このシナモンに関して星野さん、何か どうでしたこの物語っていうか、まだずっと続いていくんですけど、でもこれからどうなるのかなっていうのも私もドキドキだったりするんですけど、まあね、話だけ一番初めに見ると、あ、初めからでも結構奇跡的な出会いだなと思ったんですけど、うん、ね、ちょっと見ていただきたいので、なかなか、うん、あれですか、あんまりはっきり言わない方がいいのかなとか。いや、ぼんやりと言っていただいて大丈夫です。見たくなるぐらいに。シナモンちゃんが、はい、感情が人間よりというか、まあ、みんな猫ちゃんはそうなのかもしれないんですけど、いろいろと表情があったりとか、実際のシナモンちゃんも映像でよく見たりとかするんですけど、そういう猫ちゃんもいろいろ考えて、そういうのやったりするんだなとか、たまたま仕事があったのに、なんか欲しい感情があるんだなとか、可愛い猫ちゃんみたいな感じだったんですけど、うん、だん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 シナモンちゃんに感情移入してきちゃったりとかして、うん、なんか人事ではないというか、猫事ではないというか、なんか不思議な存在になりつつありますね、今は。うん、本当ね、ものすごく星野さんのナレーションが、まあ、私もすごく大好きなんですけど、とても優しい感じで、ね、すごく合ってるなと思いましたね。ナレーションをちょっと収録してるのがお家で、はい、こう専用機材を使ってなんですけど、はい、どうしても日常的に日中は音がうるさかったりとか、うん、外のね音とかもあるし、その子供の声とかいろいろ聞こえてくるので、夜中に収録をすることが多いんですけど、うん、夜中ってなんかこう感情がちょっと高ぶったりとかそうですねするので、余計なんかこう物語にこう自分が入っちゃってシナモンってなってたりします。ありがたいです。楽しいことがあったり本当に悲しいことがあったりで、特に猫ちゃんワンちゃんそうなんですけど、まあ、シナモン君の場合はとってもやっぱりすごく感情が豊かでですね、うん、いろんな本当にここまでドラマを作らせてなんかいただいてすごく感謝してるんですけど、私も猫を飼ったのはもう4回目なんですけど、1回目2回目3回目は本当に動物である猫を飼ってる感覚がしたんですね。ただ今回の場合はちょっとそれが全く違って、なんか異次元の世界からも出会うべくして出会って、まあ、レン君私なんですけど、本当にいろんな会話を、心の会話を通して感情的に、まあ、とにかく人間みたいな言葉とかってことですね。ですよね、うん、なものを、そうですね、シナモンちゃんが伝えてる感じがする。うん、スピリチュアルとかは星野さん好きですか？結
構好きですよ。うん、僕も大好きなんですけど、本当にいろんな、ね、猫ちゃんがわちゃわちゃと来たり、病気になったり、まあ、あとは事故で何か来たりという展開があって、まあ、本当かよっていうふうに思う方いらっしゃるかもしれないけど。必要ですよねって何度もちょっと、そうです。しちゃいますよね。そうですね。もう9割以上実はそのまま、もう何も触ってないんでですね。あの、僕自体もびっくりしてるんですよね。飼っていた。そんなにいろいろ起きるってなりますよね。なりますね。で、YouTube も結構いろんな、来るんですよね。あの、泣きましたとか、このタイミングでどうなるんですかとか、すごく楽しみですねとか。で、時間が1はやっぱり5分とか、長くて、まあ、7、8分なんで、サクッと見える感じなんですよね。そうなんですよ。うん、やっぱりね、こう何十分のお話にしてももちろんできるはできるけど、ちょっとずつちょっとずつ、また見たいところで止められるから、こっちもちょっと台本続きって思ったりしますけどね。このここみさん、まあ星野さんはこの構成というか、まあ、作曲も私がして、まあ、声優さん集めて、まあ、いろいろ全部まとめてやってるんですけど、こういう形でのお仕事っていうのは今までやったことありますか？こういう形は初めて。初めてですか？なんか、もちろんやったことあるんですけど、楽しかったこととか、ちょっと逆になんか難しかったなとか、なんかそういう点ってあります？今までナレーション自体が難しかったことって言ったら、ナレーション自体は正直物語的なものはあまりやったことがなかったので、CM のナレーションとかもちろんやってたんですけど、またそのハキハキ喋ることだけがいいっていうわけじゃないので、そうですね。それがやっぱりちょっと今までやってきた仕事と違って、またギアが違うっていうのはすごく難しい感じなんだけど、私自身がこう入り込んで泣いちゃったっていうだけだったら、周りの人が届かない。周りが聞こえてどういう風に届けられるのかなとか、その私のナレーションは第三者目線であるべきなので、声優ではないのでね、皆さんも。その辺がすごく悩むところではあったかなっていうのが悩む。なるほどですね。もう直に私はもうディレクションしかやってなかったんで、まあ、そういう声今初めて伺ったんですけど、もうね、入れすぎても良くないし、皆さんがスッて入っていけるようなナレーションになるにはどうしたらいいのかなっていうのは熱々考えつつ、結構じゃあ試行錯誤されたんですね。意外とですよ。意外と。まだまだ全然、毎回毎回お話のこう盛り上がりとか、楽しいことが起きたり嬉しいことが起きたりによっても合うし、バックミュージックによってもなんとなく、ね、テンポが違ったり、変わりますもんね、BGM なので、それによっても、まあ、ちょっと話し方今日はこうかなとかはしますね。なるほどですね。結構なんかじゃあこの仕事を始めてどうですか、なんか仕事の幅が広がったような感覚ってあります？そうですね、いろいろ今までないことをやってみるっていうのは、いろんなことを吸収したりとか気づきになりますね。なるほどですね。音楽なんですけど、まあ、ピアニストの、まあ、大野光平さんという方、まあ、いずれまたこの対談にも出るんですけど、まあ、作曲は基本的に私がやってはいるんですけど、その音楽だとか、あとそのシナモンのストーリーの中でできた、まあ、格言みたいな言葉みたいな中で何か刺さったようなものとか、何か少しそこ聞かせていただければと思いますけど。
テーマ曲ですね。はい。ちょっと悲しくもあるし、嬉しい人も聞こえたりとか、うん、なんかその時は感情に行ったりとか、速さに行ったりとかで、結構いろいろな表情を見せてくれるんだって、うん、私はすごい溢れてるって、私は大好きで。あ、 ありがとうございます。やっぱりそれあれですね、引き手の、まあ、今度小池さん、ね、今度出ますけど、お願いしてるんですけど、引き手でも変わるんでしょうね。あ、いや、もうね、そうなんでしょうね。うん、いずれあのバイオリンとか交響楽でもやりたいなと思っているんですよね。かなり変わるんじゃないですか。変わると思います。いろんなバージョンを聴いてみたいなと思って。ありがたい。格言は結構一回一回だよねとか思ってることが多いかな。うん、でもなんかその出会えば奇跡っていうのが根底にあるじゃないですか。はい。それはもう本当に一番私の中でも思ってることなので、うんうんうん、それが一番私の中でもずっと刺さってる。ああ。今日ね、ちょっと根本真子さんが、まあ、お仕事といいますか、まあ、と今一緒にいないんですけど、出会えば奇跡っていう言葉が大好きなんですよね。やっぱりあの出会うべくして出会っているというふうには思っておりまして、まあ、これはあのペットとの出会いとかも、まあ、あとあの道とか旅との出会いとかそういうものもあるんですけど、人との出会いとか、まあ、今回出会いは奇跡を、ね、まあ、ちょっと著名なあの歌手の方にも歌っていただいたりしたんですけど、あの星野さんはなんか歌とか声優にチャレンジしてみたいと思いますか。本当にね、皆さんが大丈夫だからやりたいって思うんですけど、突然のやっぱりね、自分がやりたいものと周りが OK してくれるから別に、うん、でも好きです。好きなんですね。好きです。そういう声優さんでこう初めてこうやってアニメーションじゃないんですけど、うん、させるっていうのは難しくもあり楽しいことだなと思ってますし、歌もね同じですよね。そうですね。伝えるという手段。うん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 。あの捨て猫シナモンの場合は実際の写真、シナモンの猫ちゃんの写真だったり動画だったり、まあ、声もあったりして、まあ、それで足りない部分をこの根本真子のイラストで。こっちか、こっちですね。こっちズームなんで逆ですね。こっちですね。このシナモンちゃんのイラスト、まあ、これは根本真子が描いたり、まあ、他のイラストはまた別のね、あの、まあ、アイカっていうのが描いたりはしてるんですけど、このイラスト感とかそういう世界観はどう見られました？もう初めて見た時からいや可愛いってなって、もともと私はシナモンちゃんのその現物っていうのかな、現物リアルなシナモンちゃんはもう会っていたというか、ズームを撮って、うん、見たりとかしていたので、うんうん、こういう風になるんだなと思ったらすごく可愛くて、うん、ね、ほっこりしていいなと思って、ヒくんも可愛いですよね。あ、レン君はですね、はい、実は根本真子ではなくてアイカ、アイカさんが描いてるんですよね。二人で描いてますね、今日は。融合がまたいいなって。うん。世界観がすごくほんわかし、うん、ほんわかしますね。ほんわかしていながらもいろいろあるからびっくりしてます。星野さんはなんかそのご家族の方とかお知り合いの方とかで、まあ、なんかご存じなんですか、このナレーションやってるってことは。家族はもちろん私が夜な夜ななんか変なことをやっているので気づいています。変なことっていうか、初めの時はね、実はまだマイクとかがこう家になくて、うん、携帯電話で手をテストして撮っていたので、
周りのとこ本当にうるさくて毛布をかぶって毛布その時多分ねまだ暑い日だったんです。夏ですね、もう本当に汗だくになってこんなになってやってたので、え、何してるのみたいな。いや、なんかこうシナモンの感情をこうやったりとか叫んだりとかいろいろ本当にえどうしたみたいになってたので、そこからあこういうことやってるんだっていう話をして、あ、なるほど、そうなんですね。そうそうそう、こういう仕事してるんだけどっていう話じゃなくて、そこから周りの方とかはご存知ですか？あ、知ってます、何人かは見てねみたいな話で出たりとか。そうなんですね。ありがたいです。いろんな会話は和尚さんとは実際やってるんですけど、こういうシナモンの話題を伺いしたら今日初めてですね。そうですよね。なかなかそれに特化して食欲を通ってなかったりします。ないですね。いつもね、ね、どうでもいいことばっかり話してますね、私は。もうあと時間ちょっともうちょっとまだありますね。ホストさんから何かその捨て猫シナモンに関するなんか、まあ、僕にでもいいんですけど質問とかなんか聞きたいこともしあればあれはどうだったんですかとかあれはどうなってるんですかとか、シナモンちゃんは、はい、その捨て猫シナモンの出来上がったものをちょっと眺めたりしてるんですか？なるほど。ですね、実はシナモンはテレビを結構ですね、動物番組だけではなくて見るんですけど、ものすごい反応して泣くんですよね。で、一回捨て猫シナモンを、まあ、スマホの中だと画面がちっちゃいので、ケーブルつないでテレビに映したら、なんか自分を見て自分で泣いてましたね。でも自分っていうことは理解できてるの？いや、多分ですね、イントネーションの鏡にシャカ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 やるんで、なんか分かってるんじゃないかなと思うんですけど、あとね、泣き声一緒ですし、で自分も映ってきますもんね。映ってますね。いやー、いつまでも話したいですね。もうあんまり時間もないんですけど、なんか最後に、はい、最後に何か星野さんから最後ですね、あと30秒しかないです。本当ですか？すごい早かったです。最後に、はい、私も一緒に楽しみながらナレーションを頑張っていきたいと思っているので、はい、今後のシナモンちゃんのお話にさらにクライマックス期待ですので、皆さんも見てほしいなと思っています。ありがとうございました。本当ね、今日はナレーションの星野小美さんに出てきていただいてますけど、まあ、本当はこれからもよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた。ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ。歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時、笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時、涙の数を分け合ったね、希望に変えて二人で
聞く雨音雫ひとつ歩いて行こうよ手をつなぎ虹の空に誓うよ夢を抱